皆さんこんにちは。10月4日水曜日、毎週水曜日は写真で旅するスペインをお届けします。マドリッドの SNJ 日清文化協会メンバーズハウスからの発信です。今回も引き続きアラゴン州サラゴサ県にあるモナステリオでピエドラへ行った時の写真です。そこで一晩過ごした後、翌朝周囲に広がる自然公園のお散歩に出かけました。今日はそこからスタートです。前日に車椅子の方も一緒に行けるところまで行った後ということで、今回は車椅子の方にはお待ちいただいて、他のメンバーだけでさらに公園の奥まで探検に行きました。一枚目、どんどん坂道をね、皆さん降りていってます。ホテルを出て、この公園の入り口を通過すると、最初はもう、とにかく下へ下へと降りていく感じになります。深い森へ入っていく、そんな感じですね。二枚目。公園内の簡単な地図があったので、これを見て、ああ、今からこれぐらい時間があるから、これぐらい歩けるかなって感じでね、大体の歩くコースを決めてから進みました。はい、次の写真。まあこんな感じで手すりがあって、まあ階段状になっている、山道みたいな感じですけども、階段状になっているね。こういった道をどんどん降りていきます。これだけ見ていてもね、これだけ降りていくと、まあ後から車椅子でまたこれ登ってくるのは大変かなっていう感じはわかりますよね。はい、次の写真に進みますと、今の道の随分先まで来たところですが、前方の景色が少し開けてきたなっていうのがわかると思います。次の写真。はい、視界が広がりました。眼下には谷があり、その向こう側が岩壁と言いますかね、そんな感じになっています。はい、さらに進みますよ。前回だか前々回だったか、ホテルのカフェテリアのテラスから見えていた小さなお御堂のようなものがありましたが、それがここからも見えました。谷間に木々が生い茂っているということは、そこに川があるというパターンが多いですね。はい、さらに進みます。ありました。滝です。つまり、この下に川があります。はい、進みますよ。これはさっきの滝とは別で、前回岩肌を包むような感じで流れていた滝をご覧いただきましたが、あれを上から見たところですね。はい、次の写真。岩肌が水のカーテンで包まれたような滝です。前回ご覧いただいた写真は、この写真の左下に見えている平坦な通路あたり、そこから写したものでした。はい、進みます。まだまだ降りていきます。降りたら降りた分、後で登らないといけないんだろうなぁと、多分みんなそう考えていたのではないでしょうか。はい、進みます。川が見えてきました。この辺りは静かに水が流れているように見えますが、実はすぐそばで結構大音量の水の音が聞こえています。はい、次の写真。まあ、この辺りはね、少しこう水しぶきを上げて流れているのがわかります。こうやって日が当たると緑の葉が透けるようで綺麗ですね。はい、次の写真。水に浸食されたような壁になってきました。あまり丈夫そうには見えない手すりといいますか、柵といいますか、そんなのがありますが、ちょっとこう渡り廊下のようなものね、つけられていました。次の写真、渓谷となっていますが、滝に近づきつつあります。はい、今日はどんどん進みますよ。洞窟のような通路が作られています。やっぱり残念ですが、車椅子では無理だったかなってね、この辺りで確信した感じです。はい、次の写真。この洞窟のような通路を抜けて滝へとやってきました。写真左に滝が少し見えています。はい、次の写真。結構立派な滝でした。いい音がしていました。進みますよ。この写真で見ると少しこう右下へね降りていけるようになっていて、そこに今一人か二人座れるようなスペースがあります。そこから滝を眺めることができます。はい、次の写真。こんな感じです。目の前に間近から見えるので結構迫力ありました。はい、そして次の写真。さらにこの岩に掘られた通路、
これを辿っていくと滝壺へと降りていきますが、これが今日の最後の写真となります。今日はこの公園の中をどんどん歩いていく感じでしたから、ちょっとこう、いつもより短くなってしまいましたが、最後までご一緒いただきましてありがとうございました。次回はこの先にある滝壺から続きをご覧いただく予定です。皆さんのご登録、いいねをどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いできるのを楽しみにしています。